ちょっと待って、ぐる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 、すごいことになってる。バニングの方が良かったかなと思ったんですけど、でもなんか、あ、ちょっと倒しとこないか、向こうから来てくる。ちょっと待って、ビリビリしてる。あー、なんかあれか、ひっついてないと、ちょ、移動しながらビリビリするんねや。結構さ細い。あ、ちょっと待って、こいつさ、あ、怖いです、怖いです。攻撃すると追っかけてくるぞと、攻撃すると追っかけてくるぞなんですけど、攻撃しなければ多分ね、なんかあの悪さしないみたいなので、こんにちは、こんにちは、めちゃくちゃ近くです。そう、挨拶しちゃいます。ちょっとね、攻撃すると突っ込んでくる。うわ、まずい。ドリルがさ、ドリルすんの返してる。ドリルするみたいですね。ウォーターが必要です。めちゃとかします、めちゃとかします。あ、まずいです。そう、潰されないように、ここは大丈夫、大丈夫、よし。で、これさ、低いところ安全。あ、ちょっと待って、そこさ、なんかペコってなってる。あ、つぅストーン。今何も考えずに損しました。なんかさ、今さ、グルムフェスカービィやった。そこまでストーンを確か守らないとスフィア取れないぞみたいな、確かそんな感じだったと思うんですけど、ちょっとぐるぐるしてるので、ちょっと後ろついていこう。後ろ、よしです。ここだね、ここがストーンじゃないと壊せないので、高いところでストーン。おお、アバターさ、グルムフェスカービィやった。クラッシュ持ってきました。最強です、最強です。飛びます、飛びました。最強です、最強です。ここはでもまだなんか使い時ではなさそう。ちょっと待って、すごいさ、細い細い道がさ、スカフィに気をつけて。まずい、まずい、まずい、いたずらしちゃう。スカフィがさ、怖くなる前にさ、いなくなったぞ。最近あの、よくトゲゾーって言うからさ、トゲゾーって言いたくなっちゃうんですけど、会いたいです。待って、スカフィ怖い、スカフィ怖い、爆発するよあいつ。こっちに逃げます。さて、引き続きカビウィデラックスエクストラな旅を進めていきたいんですけど、エッガーエンジンズはね、ステージ2、そう、ステージ1がすでに結構難しかったなみたいな、そういうところあるんですけど、あ、ここさ、潰されないように気をつけるステージだった気がする。え、合ってる、合ってる。で、トゲがさ、ちょ、こっち来たりあっち行ったりしてるんですけど、ちょ、こっち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 、それ吸い込みます。それ吸い込む意味はないですけど、吸い込みます。ちょっとちょっとだけさ、でかいあのワドルディみたいなやつがいるんですけど、ちょっと今のうちに抜けます。よし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 。で、まああんな感じでちょっとね、足場がじゃんじゃん来るので潰されないようにと。うわー、ちょっと待って、ぐる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 、すごいことになってる。これどうやろ、ニードルちゃんはスパークじゃなくて、バニングの方が良かったかなと思ったんですけど、でもなんか、あ、ちょっと倒しとこないか、向こうから来てくる。ちょっと待って、ビリビリしてる。あー、なんかあれか、ひっついてないと、ちょ、移動しながらビリビリするねや。なんかあの、相手の動きをあんまよく知らなかったなみたいな、そういうところあるんですけど、そう、ここも抜けちゃいましょうか。で、こっちに来ましたけど、結構さ細い。あ、ちょっと待って、こいつさ、あ、怖いです、怖いです。攻撃すると追っかけてくるぞと。攻撃すると追っかけてくるぞなんですけど、攻撃しなければ、多分ね、なんかあの、悪さしないみたいなので、こんにちは、こんにちは。めちゃくちゃ近くです。そう、挨拶しちゃいます。なんですけど、別にさ、何もしてこないみたいなんで、ちょっとさ、まずいです。ちょっと潰されないように、コマ抜けましょうか。で、でかいやつもいるんですが、こっち避けちゃいます。こっち見てますけど、ちょっと気にせずに進んじゃいます。よし。倒してもよかった。倒してもよかったけど、ちょっとね、攻撃すると突っ込んでくる。うわ、まずい。ドリルがさ、ドリルすんの返してる。ドリルするみたいですね。なんですか？あ、ちょっと待って。間違えた。チリ見つけたので、ちょ、今度チリもらっていこう。スイー。あ、まずい。痛いです。ちょ、めっちゃいいところにさ、ちょ、トゲトゲ降ってきたけど、あ、そのパラソルをもらった方がなんなら安全だったかもしれない。が、ちょ、凍らせながら、ちょ、壊します。あ、それ1個しか壊せないのか。で、あ、ちょっと待って、これさ、え、あ、なんかある。そうだよね、今さ食らったよ多分僕。なんですか、なんか食らってないことになってましたので、あ、そこのさ、あ、でも水の敵はあれですね、なんかそこのなんか足場にひっついても消えちゃうわけではないみたいなので、ちょっとウォーターをもらって、ちょっと進んでいきましょうか。うおー、ウォーター、ウォーター。で、今のところスフィアはないみたいなので、このままちょっとね、
抜けちゃおうかなといったところなんですけど、これはウォーターが必要です。めちゃとかしますめちゃとかします。アーマー沿いです。潰されないように、ここは大丈夫大丈夫。よし、でこれさ低いところ安全。あ、ちょっと待って、そこさペコってなってる。あ、つめちゃめちゃ綺麗に潰された。マジか、これまずい、もしかしてまずい。ここでウォーター失ったのさ、あ、結構抜けんの大変。待って、これさ一旦吐き出します。あれ吸い込む必要全くなかったんですけど、せっかく吐き出します。でこっち見て、そう今がチャンスです。こっち抜けます、こっち抜けました。でカメラが乗ってるということは潰されるわけではなさそう。あはははは、待って、それさ、それもう通れないよ。ここでやり直したとて、ウォーターがもらえるわけではないと。さ、抵抗できない。抵抗できないみたいなので、ちょっとここ、あれですね、ちょ、ウォーターを守りきってね、と言ったところみたいなんですが、ちょ、ここはさ、発射に合わせて抜けます。ストーンが来ました。これ使う。ただ、そこにもストーンがあるということは、多分使う。ので、ストーン、今何も考えずにストーンしました。なんかさ、今さグルムフェスカービィやったなんですが、ストーン耐えます耐えました。ストーンなら無敵なのでこのまま抜けますと。で1個目は早速見落としたんですが、これは今足元にストーンがあるぞと、のでこれをちょうまく使うとスフィアが取れる。なんかこれ確かなんだっけ、なんか高いところからストーンしないとなんか通れないところがあって、なんかそこまでストーンを確か守らないとスフィア取れないぞみたいな、確かそんな感じだったと思うんですけど、ちょぐるぐるしてるのでちょ後ろついていこう。後ろよしです、後ろはよしです。別に切り返してくるわけではないので、ちょね、スイスイ泳いで、安全に過ごして。で、水中だと、空気砲は、ストーンになることはできないので、空気砲で、そう、なんとか対応してね、みたいな、そんな感じっぽいんですが、こっち行きます。こっち来ました。こっち来ました。で、抜け道は下みたいなので、このまま抜けていきましょうか。あ、ちょっと待って、でかいブリッパーがさ、ブリッパーめっちゃいる。ブリッパーめっちゃいる。倒しました。で、ゴルドが、そこあるか、そっち回り行けないので、ちょ、こっち側来ちゃダメだよ、みたいな、ちょっとショートカットはダメだよ、みたいな、そんな感じっぽいが、ここだね、ここがストーンじゃないと壊せないので、高いところで、ストーン！おぉ、アバターさ、グルムフェスカービィやった。なんですが、一瞬ね、一瞬このトゲトゲかすったかな、みたいな、そんな感じはあったんですが、ちょっとさ、あ、ちょ、ブリパーが引かれた。ストーンなら無敵だったので、なんか抜けてくることができましたね。で、こっち来て、ストーンです。こっちよしです。こっちなんもないです。なんもないですなので、コマ進みましょうか。まあ、1個目がね、水なく、まずい、ちょ、爆発するよ、あいつ。爆発しました。一旦耐えました。これ、でもクラッシュがないと取れない何かっていうのはなかった気がするんですけど、ちょっとせっかくなのでクラッシュもらっていきましょうか。クラッシュもらいます、クラッシュもらいます、クラッシュもらいます。して待って、爆発するよこの人たち。マイクもいる、マイクもいる。はっ、これって何も使わない、この先でクラッシュあると強い、わかんないわかんないけど、クラッシュ持ってきました。最強です、最強です。飛びます、飛びました。最強です。最強です。ここはでもまだ、なんか使い時ではなさそう。ちょっと待って、すごいさ、細い、細い道がさ、スカフィに気をつけて。まずい、まずい、まずい。いたずらしちゃう。スカフィがさ、怖くなる前にさ、いなくなったぞ。なんですが、トゲゾウ、トゲゾウじゃない。もうなんか、最近よくトゲゾウって言うからさ、トゲゾーって言いたくなっちゃうんですけど、あいたあいた、待って、スカフィ怖い、スカフィ怖い、爆発するよあいつ。こっちに逃げます。でここまでクラッシュ持ってきました。ウィップがいます。え、これは、あー、いや、どうだ、多分この2人使うとなんか楽に倒せるボスがいるぞみたいな、そんな感じっぽいんですが、今回はねクラッシュを逃げてやるぜ。おろろろろ、くらえ、ドン。
あ、ちょービリビリするの取れた。ちょっと耐えるのか、ちょっと耐えるのかなんですけど、それはこれこの辺安全だっけ。あ、わからないそれ、わかんない。あー、あの辺安全だったんだね。待って、これはこれさ、もう一回来るよ、高いところから。これはね、結構前に戦ったんですが、そう編集してて思い出しました。で、予習バッジのでもらって、確かこれ、え、これじゃないと開けない何かがあったような気がするので、ちょっと大事にしていきましょうか。どうだ、あ、やっぱそうですね。で、ここからビリビリして、あー、ズルはできなくなってるね、のでカチッとして、で、今ちょっとね、あの状態で雷をしようとすると出てこないみたいな。うわ、これ連続してるよ、待って、これ開きました。これでもさ、手前のやつダメだったけどさ、そう、一番良さそうなの開いたので、スフィアゲットだぜと。ということは、ここまで、3つ、来れてるので、今回は、スフィアローパー戦ではなく、まあ、ね、そう、ステージにあるスフィアを見落としなく取ってきてね、みたいな、そんな感じっぽいが、あ、鍵が出ました。鍵ゲットです。鍵持っていきます。そこ閉まるらしいです。そこ閉まります。ここを乗ります。こっち渡ります。待って、待って、あいつ、さ、なんか怒ってるよ。で、悪さしてないのにさ、怒って突っ込んでくるの通りだよ。こっちは当たります。こっちは当たります。そう、足場が、足場が、足場が、上がった、上がった。これは？あ、ダメ、あー、待って、敵がさ、待って、待って、そこにいるの強い。これ今一瞬さ、足場消えるかなと思って、ちょっとヒヤッとした。今渡れますか？あ、これさ、そう、閉まっちゃう前に、閉まっちゃう前に。で、ここ開くぞと。よし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 。で、まあ、鍵使ったので、この人はね、ちょっともう悪さしてこないみたいなんですけど、こっちが悪さしちゃおう。倒れないのか。じゃあいいや。なんですが、このままスフィアもゲットしたので、ゴール向かいましょうか。さあ、そう、ゴールゲーム。行くぜ！あ、にに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 。なんですが、今回はね、そう、あ、そっか、ウォーターのやつ取りこぼしはありましたが、それ以降はね、その無事にね、スフィア拾いつつ帰ってくることができましたので、持って帰りましたね。今回やられてなくない？そう、どうなんだろう、ここのステージ1が難かったのかな。さて、今日も京都です。砂の見切り100いきましょうか。ちょっとね、今回はね、キャストワードリー、キャストワードリーでね、そう、並びゆくお客さんたちを全員ぶったたくというね、破天荒なキャストだな、みたいな、そういうところはあるんですけど、カビ並びソロ、ワドルディ混ざってます。見合って。ねえ、あああと一人残ったか。タイムは1号。あれ？これって1号取ったら1位じゃなかったっけ？え、練習でもなんかちょっと強い時ある。え、どうだっけ？ 1-4 取らないと無理だっけ？あ、間違えた。間違えました。間違えました。そう、もう一回挑みます。じゃあもう一回挑みます。見合って。お、今回さ、行ったか。わー、わにゃー。よし。という感じでね、キャストのワドリーが、ちょっとね、お客さんを全員なぎ倒すというね、超絶悲劇みたいな、そういうところはあるんですけど、まあ、ここまでは練習ですよと。じゃあ、いざ、決戦の地へ。インターネットに接続しております。行きましょう。ここからが本番。1-4を出すことで、そう、練習では1取ることができましたが、今回結構バリエーション豊か。なんか、あると思ったらさ、結構お面してないカービィも結構いる。
なんですが、どうだ、そう、あの前半ね、そういろんなキャラクターいるなみたいな、リックとかいるやんみたいな思ったんですけど、そうやっぱりカービィが多数派だといったところなんですけど、ミアって、どうだ、最後あのランディアのね、その人を倒しましたが、あの1号で4位、え、マジ、え、今日の人強かったよ多分っていうところではあったんですけど、ギャラクティックナイトのなりきり両面を手に入れた。あとはあのダークメタナイトとね、ちょっと間違えてたんですけど、ギャラクティックナイトだったようです。なんですが、あ、バルフレナイトのなりきり両面も手に入れた。結構あれか、ナイト系、あ、あ、これあれ、新しい、なんかこの50個目のスタンプは、なんかちょっと特別だぞみたいな、何かあるのかな。あ、なんか結構、ご褒美めっちゃ多い。そういうあれなんや、なんか、当たりパターンっていうか、なんかあのね、何、ご褒美パターンみたいなのあるんですね。へぇ、これ今50個目で、それが来たから、え、10個ごとに来てたわけじゃないよね。なんかあのキラーンってなったの初めて見たな、みたいな。そんな感じなんで、となると次は100個みたいな。100個までスタンプを押せると、あのキラーンってしたやつの、なんか違うバージョンとかがあるのかな。いや、どうなんだろう。なんかね、どうなん、特別バージョンが今ありましたけど、わかんないね。ちょっと楽しみが1個増えてしまったかもしれない。